This is 最高にちょうどいい本だ。バス遅れてんすかね。そうそう、電車に遅れそうになった時はクロールで間に合うってバカ野郎。バッターの感覚でホームランを確信した。うっそ、ダルビッシュ昭和生まれ。次ナースコール連打したらこんなんじゃ済まないわよ。来週テストだから友達と勉強してくるよ。道を開けてくれ、友達が死にそうなんだよ。ママ猫が花瓶を男子便所リストラな。最後までピーピーうるさい鳥だったな。だよね、赤い帽子とかオーバーオールとか着ないと誰だかわかんないよね。お父さんもお母さんも食欲あるわね。いい加減にしろよ父さん。バカマン、ご飯をおかずにしてライスを食べるつもりか。見せてもらおうか、新しいチュールの美味しさとやらを。夜鍋で手袋編んでくれた。家出ちゃったけどどこまで行くのかしら。俺を求めよう。読めねー。付き添いの方はいないのかな。行けたら行くだそうです。写真撮ります。何位じゃダメなんですか。にー、君の心臓がうるさすぎて鼓膜破れちゃった。ぐる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 コサミン。母さんタラちゃん見なかった。ダミナタンシー、おめえ記事で蹴るつもりか。俺ワクワクすっぞ。かハローキティー、お風呂が沸いてますよ。うん、会社から帰ってきたら入るよ。骨まで焼き尽くす。仮想場の職員がやばい。やっちまえフリーザー。ゴクー、あの ATM で振り込んでくださいね。はぁ、寝違えたわ。あー、すまない、痛いだ。いや失礼、君の持ってるアーモンドチョコの光沢が私にそっくりだと思ってね。いいところに連れてってあげると夫に言われ、ついてったら私の浮気相手の家でした。どうどう落ち着いて、彼は敵じゃないわ。二刀流という名の公開不倫。え、クビですか。あの人この前卒業した人じゃないの。逮捕されることを悟った下着泥棒。幅が広すぎ、心が狭すぎ。ちょっと子守歌ストップ、サビの音程が外れてる。やめて静かちゃん、もうジャイアンの意識はないよ。パラシュートで吉田沙織が降りてきた。マリアカート、バカって言ってる人がバカなんです。もうこの投げ方でも160キロ出る。3ヶ月ぶりに無人島から帰ってきた森泉。ロッカールーム談笑してたら後半戦が始まってた。今回のハッピーセットはこれ。長かったケーキもようやく終わった。さ、これからは唐揚げにレモンかけるときはみんなに聞いてからにしよう。ママ、ママ持ち上げて。戻すんかい。彼女はあったかい待合室より俺のいない外を選んだ。いつでもスマホで遊んでるお前に何ができる。ノックしろよババア。待って、まだ息があるよ。この行中は2組の聖火ちゃん。正解。バスが天井を残して発車した。私出ます。トイレ待ちの最後尾が限界。こっち来る。授かり婚じゃなくてずっこんばっこんよ。毎年こうしてオスプレイをメスプレイを探しに基地から旅立つのです。君は僕にとって光なんだ。君が僕の中でこだましている。お客様望みはないです。ピチピチの JK です、はじめまして。となんであんなやつ好きになっちゃったんだろう。先生、手術はうまくいったんですか。え、ああ、ご遺族の方。ちょっと待って、今回の相手ファミチキ。リーダーのお調子もです。リア充カップルとだるまさんが転んだをやったが、いちいち勘に触る。どうして最近お風呂に来ないのよ。ガム課金ユーザーが来た。石置いたよな。先生、気分が悪いのでジムに行ってもいいですか。近所のババアのパンチラが見えそうだったので、とっさに太陽を直視して失明する。鼻うがい最高。俺は俺の信じた道を行く、ただそれだけだ。散歩前も同じこと言ってた。へへへ、君はどんな味。見てるだけで近づいてこない。半額シール待ちなんだろうな、きっと。うちの水泳部は全国レベル。あー、しつこいな桃太郎、ブロックしとこう。あっちゃー、結構人踏んでた。違う違う、グループになれって言ったの。英語赤点の俺が和訳した世界。3月号のパーツがまだ届かない。うん、食べたら減りましたね。ダメよジョアンナ、パン食い競争に折り返しはないの。金金、たまたま。まタカシ君、ホームラン打つって約束した選手三振したわよ。間違えて女子ダブルスに参加したので女の子っぽくする。魚肉ソーセージ。実はもうちょい手前から入ってはいけません。これは医者を呼んだ方がいいな。卒アルで先生より老けて見えた伝説の田中。エラーをするたびに監督がスイッチを入れる。ライスを米に。全員バイクを盗まれた。
受け身間に合う。おい、今俺が来てからカップラーメンにお湯入れただろう。あの日見た犯人の名前は僕たちは知らない。お前らの募金待ってるぜ。皮肉なものだな、お前ら募金しすぎた。高めの生命保険に入ってから妻が持たせてくれる弁当がこれに変わった。あった、右ストレーターも僕には通用しませんよ。鬼ヶ島の決戦当日までに犬がきっちり仕上げてきた。伸びてるボケての星にもほら、消しゴムマジックで消してやるのさ。ご存知ですか、最終地点がゴールなんです。ごめん、お前思った以上だわ、帰るわ。もはやここまでかもしれん。トイレで後ろに並んでる人がなんか言ってる。明日尿検査なのに。1万円両替したつもりが大量のメダルが落ちてきている。すみません、倒していいですか。望むところだ。立ってても座ってても道行く人に立ってるって言われる、もうやだ。空港レーダーにサンタらしき影発見。良い子は大至急布団に戻れ。めちゃくちゃにしてください。わかりました。夢について語ってますけど、先生は公務員という無謀な道を選んだわけですよね。赤ちゃんみたいなベイビーですね。気をつけろ、漂白剤が入ってるぞ。じゃあな飼い主、いい人に拾ってもらえよ。あなたクラスで一番下手ね。一応保護者の可能性も捨てきれないので、先生たちも敬語で話す。はあ、婚欲。そうか、空を自由に飛びたいのか。頑張れよ。シフト希望今出すなよ。ああ、給料日まであと9日。俺はもうウォーリーを100人以上見つけた。合格発表見に行ってくれたでがムカつく。体調万全になるまでは学校来んなよ。免許返納したし帰るか。最近弟が目覚めたようだ。先生が投げたチョークを華麗に避ける田中。本当に20代だと思って変身してきてるわ。チンカスなんて気にしないわ。なんか酒の切り身が飛んできた。なんてこったい。ではこれから香里ちゃんに送られた中島のラブレターを音読したいと思います。漏れそうなのにトイレのドアノブ取れた。交換日記が初日で終わった。あんたいい体してるね。え、なんかやってたの。いや、ベイブレード多少。立派に育ったな息子たち。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてください。そいつに言え。平熱だ、学校行け。年頃の息子の部屋に行くとき、わざと大きな足音を立てる母の優しさ。はい、視力検査します。メガネ外してください。プロポーズしたらそもそも付き合ってないって言われた。この前1分が60秒に感じたんですよ。嵐の復活ライブがなんかおかしい。うわーすごい、このカード見せるだけでどんどん人が減っていく。あの恋ちゃんなんですが、今日は結構いい子にしてましたよ。栄養入試って書いてありませんでした。すぐに物を紛失する大将受賞後、早速本領発揮する9連覇中のチャンピオン。イエスウィーちゃん、イエスウィーちゃん。ミサイルの請求書が来た。これから13分おきに夜泣きしてこいつを寝不足にします。米軍基地にピンポンダッシュした結果、ほなコンフレークちゃうか。天に召され、天国へ登る階段で昔の飼い猫が待ってくれていた。